桜餅ありがとうございます。こんばんは。今日はね、本当に大変な一日でした。もう朝早くから晩までは嘘ですね。でも朝早くからもう結構夜遅くっていうか、もうほんとさっきまでずっとレッスン場で踊ってました。眠いです。だからちょっと眠い。眠すぎる。こんばんは。今日絶対爆睡する。もうなんかもう今もう眠いもん。結構今結構眠い。桜ありがとうございます。いや今日本当にね、めっちゃ長かった。めっちゃ長かった。もう朝早くからさっきまでずっとレッスン場にいました。うんうん。わあ、なんか目に入った。疲れ切ってありがとうございます。寝落ちするところだった。ひなも今配信始まる前うとうとしてて寝落ちするところでした。ありがとう、皆さん遅い時間に見に来てくださって。こんばんは。桜ありがとうございます。今日の服装はもうレッスン着なので普通に白い服です。はい、やっぱり確実に花粉かな、なのかなって思うぐらい、朝配信終わった後めっちゃ目かゆくて、めちゃめちゃ目かゆくて、そう、あの確実に花粉かなって思いました。はい、ハートありがとうございます。うん、花粉すごかったよね。目がかゆすぎてビビったもん。こんばんは。またありがとうございます。もうなんか今本当になんか おでこのニキビがめっちゃなんかできて、今なおでこに三角形のニキビがあるの。もう本当にやばい。こことこことここニキビ大三角形が私のおでこにもあるんですよ。本当にやばいです。悲しい。これから大きくなりそうだなっていう、うわっ、ここめっちゃ大きい、やばい、破裂しそうなぐらい大きいニキビ見つけた。
今ね、多分ここがねやばい、こっちこっちのニキビがレブチレブチででっかい。隠します。ニキビが今すごいんですよ。なんでそんな生えてるんだ。まあいろいろですよね、きっと。ニキビってほんといろんな原因があるじゃないですか。寝不足だったり、食だったり、ストレスだったり、もう全てにおいてじゃん。何が原因かわかんないですよ。ニキビっていろんな原因があるから怖いですよね。一つの原因だったらさ、それを対処できるけどさ、何が原因なのか、もうただ単に普通にさ、ただ単にさ、普通に私のスキンケア方法が悪いのだけなのかもしれないし、うん。桜ありがとうございます。まあいろいろありますからね、理由はね。まあまあしょうがないです。しょうがないです。ありがとうございます。わあ、本当に今日は疲れた。眠いですね。すごい長い一日を終えようとして、うわ、ごめんね、ルコ、終えようとしているって感じです。よかった、無事に今日が終わって。こんばんは。桜餅ありがとうございます。あー、今日は、なんかトリートメントで髪の毛赤くしようかなって思ったけど、眠いから明日にしようかなって思ってる。明日はどうしようかな。髪型、制服だよな、髪型。いやでもおしゃべり会はね、顔が変に映るから髪の毛を下ろした方がいいんですよ。そう。そう。そう、明日制服なんですよね。やばいね。でもまあ普段公園で着てるからなんかね、やっぱアイドルしてると学生を卒業しても制服を着る機会があるからさ。ね。いや、もうちょっと大人になったら恥ずかしいって思うのかな。
日のしゃべり会のために今日はちゃんと寝ないと。今日はちゃんとね、いや本当に久しぶりに夜配信で今頭が回ってない。久しぶりになんか夜配信で、いやいつも頭が回ってるとは言えないけど、いつも以上にちょっと今日はなんか脳が動いてないです。こんばんは。脳が動かなくてなんか無言になっちゃう。無言になっちゃう。こんばんは、なんかこんばんはしか言ってないもんさっきからだって。そう、今日絶対よく寝れる自信あるわ。今日絶対にいい眠りにつける気がする。でもさ、すごい何かをめっちゃ頑張った日の眠りっていいですよね。深くてさ、大事だよ。大事ですよ。めっちゃ大事、めちゃめちゃ大事だよ。体をたくさん動かしたから気持ちよく寝る。そうね、体をたくさん動かした日はね、ぐっすり寝れますよね。布団に入った時の幸福感ね、本当そう、本当にそう。マジ幸せ。それで朝布団から出るのがめっちゃ辛い。布団に入る時は本当にもうこの世の、この世の始まりだってなるのに、布団から出るときは自分の人生の終了です。もう涙出そうになるぐらい布団から出るの嫌、本当に嫌。結構人生の中でのストレスランキング上位です。朝布団から出ることが人生の中でのストレスランキング上位ですね。みんな、みんなってどのくらいで眠りにつけますか？でもさ、眠気さえあればさ、もうほんと1秒で眠れますよね。眠れますよね、眠気さえあれば。みんなはどうですか？眠気があっても、まあ、ちょっと時間がいるよっていう方いますか？それとも眠気さえあればもう 0.1 秒で寝れますよって。ひなはもう眠気さえあったら 0.1 秒で寝れるタイプなんですけど、今日の朝もあの朝の準備終わって家を出ようとしたんですけど、あと家を出るのに4分時間があったんですよ。4分で、じゃあその4分寝ようって思って4分のアラームかけて寝たの。そしたらもう覚えてないんだけど、本当にマジで4分ちゃんと爆睡したんです。私もうだからその4分後にアラームが鳴って起こされて、もうマジで泣いた。もう本当に無理、もう大嫌いになった。だから本当にひなはその 0.1 秒でも睡眠ができるようなら寝るタイプなんですね。そう。
家を出るまで4分あったから寝た、眠かったの。まあ、いつもだったらまあ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 って感じですけど、今日は本当にそうでも4分でも横になれるものならなりたいぐらい眠かったの。だからもうでもそれで寝過ごしたらやばいから、もうペッて4分アラームかけて寝たら目つぶってソファーの上で、そしたらがっつり寝てましたすごいひなさん、これ特技かもしれない、特技かもしれないですで爆睡ってすごい。そうなんですよちょっと得意にしていこうかな得意にしていこうかなって今日思った。今日の朝の自分がすごすぎて、4分でこんなに爆睡できるんだなって思った。逆に寝つけない日とかないの？え、全然ありますよ。え、てかほぼ寝つけないよ、夜ほぼ寝つけないことが多いです。はい、でもそれはきっと昼まで寝てるからそれはきっと昼まで寝てて朝方に眠るっていう生活が多くなってるから、ほぼほぼ寝つけない、いつもそう、眠くなれない、眠くならないっていうか でもしょうがないよ、本当にあのしょうがないなって思ってる。なんかお仕事上さ、やっぱ決まって、この時間が決まってるお仕事の方もいれば、その本当に日によってさ、今日は朝からお仕事だったり、明日は午後お仕事だったり、朝はないけど、朝と午後はないけど夜お仕事だったりとかさ、早朝だけお仕事でもう昼からはオフだったりとかさ、もうそういう、もうしょうがないなって思ってる、それはお仕事上。どんなにさ、あのこう何、睡眠する時間と起きる時間を整えようとしても、それはもうちょっとできないかなって、もうそれはもう諦めてます。でも自分が将来ね、自分が将来こう朝何時から夜の何時までっていうお仕事、決まっているお仕事に就くようならば、あのちゃんと何て言うの、大体の寝る時間はこう毎日一緒にしてみたいなって思ってます。大体のですけどね、すごいめっちゃ規則正しくないそれこんばんは、本当にしょうがないかなって思ってますね、それはもう本当ありがとうございます。まあさ、まあ多分もうさ、結構もう12時までショールームするの結構ほぼほぼやってるじゃないですか。もうそれをしてる時点でさ、まあ早くは寝れないですよねっていう話ですよね。あの嫌じゃないからいいんですけど、楽しくてやらせていただいてるんですけど、まずさ12時、日の変わるさ時間までこうやってさ配信してる時点で規則正しい生活が起きれ
起こせない、ん、規則正しい生活が送れるわけないですよね。普通に考えて。よくよく考えたらね、もうその時点でね、まあまださ、まだこう夜配信前にお風呂入ってもういろいろ準備してあとは寝るだけだよっていう状態にできているならば、この時間まで配信しててももうすぐ寝れるけど、やっぱ配信終わってからいろいろするってなると、やっぱどうしてもさ、どうしてもさ、やっぱお風呂がどうしても長いし、スキンケアもめっちゃ時間かかるわけですから、しょうがないなって思います。男だったらね、自分が男だったらいいけど、男だったらいいのになって思う。そういう時はお風呂一瞬で終わるしね、髪も毛も乾かさなくていいしね、スキンケアもしなくていいじゃないですか。まあしてる方もいるかもしれないけどね、ちゃんと。でも今の男性の方って結構スキンケアとかメイクとかしてる方もね多いですよね。結構最近メイク男子増えてきましたよね。 TikTok とか見てるとすごいメイクしてる男性すごいて、すごいな。ありがとうございます。それで朝配信はすげえの、いやなんか自分でもちょっとそれはね、あのびっくり。自分でもそれだけはちょっといまだに、いや、よくやってるなって思います。そこだけはね、そこだけは自分でも、なんでできてるんだろうってちょっと思ってる。よく続いてるよね。なんで続けられてるんだろう。絶対続けられないでしょ、ひなの性格上とこの生活のさ、リズム考えたらさ、絶対さ12時まで配信して朝7時から配信するなんて不可能でしょ。何やってんだ。なんでできてんだろう。ね。なんでやってるんだろう、すごいな。ちょっとそれだけはちょっと自分でも、あの朝が弱いからさ、ちょっと毎朝起きてる自分にそれだけは拍手を送りたいなって今思った。朝の自分に向けて。多分今の日なだったら絶対できないもん。朝起きてる私がすごいんです。そう、この私はすごくない、あの朝起きれている朝の私がすごいなって。だって今だったら絶対できないもん、ひな、そんなこと。よく目覚ましてるよね、あんなにさ起きれない女が。だよ、あんなに起きれない女がよくさ、なんで目覚ませてんだろう。そう、ひなの朝を見たらわかるよ、ひながこんなに自画自賛している理由が。そうだよ、ひなはママに起こされて、でもひながママに起こされてる瞬間を見たらわかる。何十分もかかって起きてるはずなのに朝配信は、いや、まあ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 時間はかかるけど、ない時よりは短時間で起きてるんですよ。すごくないですか。あ、私だって
もう1時間もかけて起こさないといけないぐらいの女なのに。みんな本当に上半身を起こすの大っ嫌い。結構ガチのストレスがひな朝起きることなんですよ。結構ガチでストレス、本当に明日も朝起きなきゃって考えるだけで泣きそう。結構ガチで明日も朝起きなきゃって考えるだけで本当にストレスです。本当に泣きそうになるもん泣きそうになるもん。そう、なんでみんなさ起きれるんですか、そんなに朝。どうしてこんばんは。どうしてなんですか。もう本当にやだ、もう泣きそう、もう本当に無理、泣きそう、やだ。明日も朝起きて、も明日は、明日はそんなに早い時間じゃないからまだ大丈夫。でも平日は配信をするためにこう、まあね、早く起きてるじゃないですか。本当にもうだから毎日寝るときに明日も起きなきゃっていうストレスがやばくて、もう朝起きることのストレスが本当に強いんです、人生の中で。毎朝起きるのに30分かかる。え、ひなもほんとそんぐらい、ほんとそんぐらいのレベル。もう何をされても起きれないの。あとはもうママが起こすためにこうひなにねこういろいろちょっかいを出すんです。それもガチでストレス。いや分かるんで、起きない自分、ママがひなのことを起こしてくれるおかげで私の朝配信が成り立ってるのは分かるんだけど、寝てる自分からしたらもう本当にストレスなの。ひなのことを起こしてくれるってんのは分かるんですよ。 あの起きてみると ありがたいなって思うけど、寝てる時の私はやめれーって感じなんですよ起きてみた時の自分 あの 人格が2つあるので、起きたが分かるの自分からしたらとってもありがたいなって思うけど、寝てる時の自分の人格はもう本当にストレスなの。触んなって、布団とかさ取ったりするんだよ、寒いっつってんだろみたいなさもうさ、触んじゃねえぞって、もうすごいすごい暴言を吐きたくなっちゃう。そう、本当にストレスなんです。起きる前の自分のママにいろいろちょっかい出される。もう最近何ちょっかい出されてるかな。でもなんかね、痛いことされてるのことだけは覚えてる。なんかね痛いんだよな。何してんのかな、なんかすごい強い力で、強い力でね、なんかガリガリしてくんの体を。めっちゃ痛いめっちゃストレスたまる。もうこの野郎って思うもんこの野郎って思うもん。そう、桜餅ありがとうございます。攻撃もしてますよ、攻撃してますよ。もうだからなんかこうってもう寝てるんだけど、寝ながらめっちゃおもろい、めっちゃおもろい、超ウケる結構おもろいわ。あーちょっと結構おもろい。
そんなことやってんのかな、ひな朝。うんうん。ママが起こしてくれるときアラームかけてないの。いや、そんなママ任せにしてないですよ。もちろんかけてますよ。当たり前ですよ。そんなもうママに起こしてもらうことを大前提に寝てるわけでないんですよ。私でも。ちゃんと自分でアラームで起きれたら一番いいですよ。もちろんそれはもう。でもできないからママが起こしてくれさってるんですよ。そんなもん元から人に頼っているわけではないです。ちゃんとアラームで起きれたら一番いいと思ってかけるが全く聞こえないです。はい。こんばんは。うんうん、こんばんは。親って大変よ。絶対大変。自分が子供だったらもう自分の子供うざってなるもん多分。自分が自分の子供にこんなことされたらさ、もううざってなっちゃうもん。普通に。普通にありえないよね。あなたのために起こしてあげてるのにさ、攻撃してくるんだよ。信じられない。本当に信じられない。うんうん。ママさん毎朝ストレス大丈夫？絶対ママさストレス溜まってるよ。しかもみんな最近なんかわかんないんだけど、よくママに怒られるんですよ。そう、なんかあれ、ひなってこんなに普段ママに怒られてたかなっていうぐらい最近ママに怒られることが多くて、多分ママのストレスも溜まってると思います。ひな、なんでひなってこんなにママに、いやひな、でもママに怒られやすいタイプの人間なんですけど、元から。でも最近なんかあれ、ひなって社会人になってからそこまでママに怒られてなかった気がするんだけどなって思うぐらい最近ママに怒られてる。うんうん。そうそう。うん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 。桜餅ありがとうございます。うん、怒られることをしてるので、まあそうですね、そうなんですよ。もちろんもちろん、それは自分で分かってますよ。分かってるんですよ、自分が悪いことをしているっていうのは。やってないのに怒られてるって言ってるわけではもちろんないんです。いや、そうなんですよ。そう自分も悪いことしたなって分かってんだけど、直せない。直せない。うんうん。ママさん側の意見聞きたい。なんかさっきからいろいろ LINE 来てた。ストレスみたいな。まあそりゃそうですよね、普通に考えて。ストレスじゃないわけない。はい。一日だけでいいからエヒちゃん起こしてみたい。怪我しますよ。大丈夫ですか？本当に怪我しますよ。
ガチで怪我しますよ。はい。本当に危ないと私は思います。はい。親子対談配信してほしい。いやでも本当に自分が悪いっていうのは分かってるから、そのそう自分が悪いっていうのはもう分かってるから、うんっていう。そうなんですよ、でもそれは本当に分かってんの、結構ガチで分かってんの。うんうん、遠征の時ピンチじゃない。いや本当にそうで、ひな本当に一人で起きれないからあれだったんですけど、でも最近あのね一人で起きれるようになったの、遠征だと。多分それはやっぱり家じゃないからかなって、ちょっと睡眠が浅いからアラームが聞こえるのかなって最近思ってます。そう切れるようになったんです。あら、あの何ホテルとかで。だから意外と家じゃなかったら一人で起きれるようになった。うんうん、そうそう、うんうん、家じゃないと眠り浅くなる。そうね、多分まあでもひなは結構どこでも寝れるタイプだから、あんましそのそういう部分関係ないんかなって思ってるんだけど、でもなんかまあ遠征とかの方がアラーム聞こえやすいですね。だからまあやっぱり浅いのかなって。枕とか違ってもぐっすり寝れるタイプです。あ、もう全然関係ない。もうだから私は石の上でも寝れるぐらいなんですよ。本当にもう枕とかどうでもいいし、布団もマジで何でもいい。てか布団なくても全然いける。硬い石しかなくても余裕で寝れます私。はい。もう本当に全く眠気さえあれば何でもいい。うん。そう。だから全然そのなんか遠征とかしてそのベッド嫌だなっていう気持ちとか全くないんですよ。むしろベッドで寝れるの幸せじゃないっていう。遠征でもしさ石しかなかったらやばいですよね。まあ、私は寝れますけど石の上でも。はじめまして、切り抜きで日向さん知りました。嬉しい、ありがとうございます。嬉しいです、知ってくださってありがとうございます。嬉しい。じゃあ泊まりだからっても眠りが浅くなるってことはないんじゃないって思ってたんですよ自分も。でもアラームが聞こえるっていうことはまあそう思ってるけど、まあ、やっぱり家とは違う感じがして眠りが浅いんじゃないかなって思います。別にベッドとかは全く関係ないと思う。そのなんて言うんだろう、ベッドとかじゃなくてやっぱ環境的な問題かなってひなは思ってる。そうひなもそう思ってたけど、多分そのベッドとかがどうたらこうたらというよりは多分一人で寝てることへの恐怖も私はあるので、そうホテルで一人っていうことがひな的には怖いんですよ。その中で寝てるから多分浅いんじゃないかなって思います。本当に石の上で寝たこと、石の上ではないけどまあ地面とか家の地面ではよく寝ますね。
なんかよく地面で寝ると体が痛いとかそう言ってる人をよく見かけるんですけど、全く自分そういう経験なくて、地面の上でよく寝るんですけど、私なんか床の上でさ寝落ちしちゃったりすることあるじゃんね、床の上で寝落ちしちゃったりすることとかさ、まあ、昔はこたつがあったりした時はこたつで寝落ちしたりすることとかさあったんですけど、そういうのに全く経験がないんですよ。全く経験がない。体が痛くなるってどういうことですかっていう。硬いから体が痛くなるってことなんですかね。だから本当にそういう経験も全く、なんか硬い床に対して嫌な感じを持ったことないです。むしろなんか気持ちくないむしろ気持ちいいよ、床の上で寝るの。ソファーでも嫌なレベル。え、本当に？え、嘘でしょ。ソファーなんて無限に寝れるんだけど、もうソファーで生活したい。うん。さあ、もう本当にどこでも行ける、どこでも行けるんだけど。え、なんか本当にあなた生涯もう床でしか寝ないでくださいって言われても全然、あ、はい、わかりました、寝れる場所があるならって感じです。え、本当にひなおかしいのかな、おかしいのかな、あの一生布団の上で寝ないでくださいって言われても全然いける、寝れる場所があるのならば全然大丈夫ですって感じなんですけどだって眠気さえあれば別に何だっていいんだもんまあおばあちゃんになったら辛いのかもね。確かにそこはちょっとこう大人、こうさ自分が将来年を取ってさってなったら、まあ確かにちょっと柔らかい布団で寝たいってなるのかもしれないけど、今はもう全然いける。こんばんは。まあまあまあ、まあ布団の上で寝れたら一番ですけどね、別に、まあ、うん、やっぱあったかいしね、それが一番かもしれないけど、なくても生きてい、いけない、ないで生きていけって言われても全然余裕です。お酒飲めるようになったら路上で寝てそう。うわ、やばい。それはやばい。気をつけよう。お酒飲んだら気をつけよう。多分ひな本当にどこでも寝れすぎて危ない気がする。どこでも寝れるからもう本当に危ないかもしれない。朝起きたら道路で寝てたらどうする？怖い、やだやだやだ、それめっちゃ怖い。てか普通に危ない、普通にやばい、普通にやばい。うんうん。うんうん。普通にやばいですね、それはね。本当に本当にどこでも寝れすぎってさ、ね、気をつけます電車で寝たりするの、もう日常茶飯事です。はい、日常茶飯事ですよ、電車で眠るのは。うんうん、もういつも寝てる。
眠くなるしね。しかも電車はあのこうゆらゆら感がいい感じに眠気を誘いますよね。あと暑い、マジ暑い、めっちゃ暑い時ありますよね。真冬の時はすごいありがたいけど、めっちゃ今日春らしい天気だっていう時もなんか暑い時はもうすごい汗をかきながら寝ます、はい、うんうん、足元めっちゃ暑い時ある、あるある、めっちゃある。なんか火傷しそうなぐらい足元暑い時ありますよね。あちゃ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 ってなる時ある。気づいたら電車の床で寝てたことない。危ない、本当に普通にやばい、それ普通にやばい、ないよ、気をつけます本当に。うんうん、でも大丈夫、あの寝る前の意識はちゃんとあるから、ここで寝ていい寝て悪いはちゃんと分かってますよ。たださっきみたいにお酒を自分が二十歳になって飲んで、まあ、お酒を飲んだらどうなるのかは分かんないけど、まあ、たまになんかねそういうそういうお話聞くから、そうお酒を飲んだらの場合じゃないですか。お酒飲んでないのにそんなことしたらやばいから、まあ、お酒飲んでてもやばいけどさ、お酒飲んでてもやばいけど、でもまあお酒を飲んでる方でよくそういう話は聞くじゃないですか。飲んでないのにそれしたらやばいですよ。うん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 、道路の真ん中で寝たらダメなんだよ。わかりますよ、そんくらいダメですよね、もちろんもちろんダメですよ、危ないですよ、怖いよ、普通に道路の真ん中で人寝てたら怖すぎる。うんうん、こんばんはちょっともう私に何も知識がないみたいな。わかりますよ、そのぐらい怖いわ。うんうんうん、こんばんは。気づいたらこんなとこで寝てたみたいなのない？あんまりないかな。だってあの寝る前はちゃんとどこで寝るかを分かった上で寝てるわけですから、はい、うん、ないかな。ちゃんと寝たいところで寝てるので眠い時は。あーでもまあちっちゃい頃、まあでもこれはちゃんと気づいたらこんなところで寝てたというよりは、普通に寝る前にここで寝ようって思ってまあ、寝てるタイプではあるんですけど、普通にお風呂これも何回も言ってるけど、洗面所お風呂に入ってる時に暑くて、あのお風呂上がった時のさ足マットみたいなやつあるじゃないですか、そこの上で丸まって寝てるとかちっちゃい頃よくありましたね。でもそれはその気づいたらこんなとこで寝てたというよりは、ちゃんとあのここで寝ようって思って寝てて、あ起きたらあそういえばみたいなそういえばお風呂入ってる途中だったみたいな、だから気づいたらみたいなのはないかな。それはもうお酒飲んでる人とかの話じゃない、気づいたらっていうのは。普段ちゃんと寝る前にここに寝ようって言って寝てるから、うんうん、記憶はありますちゃんと。桜餅ありがとうございます。で春状のそう
とりあえず眠気さえあれば何でもいいんですよ眠気さえあれば何でもいいんです。もう特技なので、公式プロフィール早く変えたいもん。特技どこでも寝れるに公式プロフィール変えたいな。特技どこでも寝れるって書きたい。自分の寝言の声にびっくりして起きたことない。ありますよ全然。てか寝言っていうか、変な寝てる時に笑うことがすごい多いんですよ。なんか自分の笑い声で起きることよくある。寝言よりは笑い事の方が多い。笑い声の方がね多いですね。うん、うん、ぶっちゃけ公演中眠くなったことある？それはガチでないマジでないですね。それは私は本当にすぐ眠くなる女なんですけど、それだけはねないな。今考えてみたけどないですね、公演中に眠くなることは。さすがにないですね。公演前とか公演後は全然眠いけどね。もう公演前とかめっちゃ眠い時あるもん、うん、でもステージに上がってる時は眠くなれないですね。なれないですね、どう考えても。私みたいなもう緊張症の人はもう眠くなってる暇はないです。はい、緊張女なので私は。うん、それだけは本当にないですね。もう常に緊張してるので常に目が覚めてます。ハートありがとうございます。常に心臓ドクドクなの。うん、うん、劇場最前で寝てるファンの方いたね。いますね、たまにいますね。頑張らないとなって思いますもう寝てる暇もないぐらい楽しませられるようにねならないと。だから寝てる方見ると頑張ろうって思う。いや寝てる方を 見たいわけじゃないんですけど、もちろん、ね、寝てないのが嬉しいですよ。もちろん寝ては欲しくないんですけど、寝てる方を見るとあ頑張らないとなって思いますね。うん、こんばんは。だからもうさ、なんかよくさメンバーとなんか、いや起きるまでめっちゃアピールしたわみたいな言ってるメンバーいたな、誰かでもいいね、最善で寝てる方いたらひなもめっちゃこうやって視線グワーって送ってさめっちゃアピールしてさ起こそうかなこんばんは。そう頑張ろうって思います。いつも寝てる方を見ると。でもね本当にさ、皆さんファンの方はさ、こうさいつもお仕事しててさ、その中でさお仕事終わりとかに見に来てくださってるわけじゃないですか。だからさ寝てる方
まあ、寝てる方を見たらさ、あ、面白くないのかなとか思うけどさ、やっぱりさ、私たちのことをさ、お仕事終わりとかさ、忙しい中見てくださってるなわけですから、なんかはとはあんまり思わないですね。お疲れなのかなって、むしろなんかそうやってさ、お仕事をお疲れの中来てくださってるわけじゃないですか。だからね、じゃあもう私たちの歌でいい眠りにつけてたらいいなって感じですよね。聞こえてるかわからないけど、でも本当にそうですよ。本当に遠くから来てくださって、もういろんなさ、こう朝めっちゃさ、早朝からさ、高速道路でさ、県外から来てくださってる方とかさ、昨日夜までお仕事があって、その朝に家を出て高速道路走ってとかさ、もうさね、そんなさ忙しい中遠くから来てくださったり、もうお仕事ギリギリまでやってきて来てくださったり、そりゃさ眠いですよね。本当にもうこっちは感謝なんですよ。そんなさ、お忙しい中来てくださってさ、うん、だからなんかしょうがないな、しょうがないなっていうか、でもまあこう寝てる人見るとよし頑張ろう、目を覚ませとは思いますけどねよし、目もう楽しいって思ってもらえるように目を覚ましてもらえるようにって思えます。うん、どんなにさ楽しいことしててもさ、眠くなっちゃう時ってあるじゃないですか。ひなもそういうの我慢できないタイプだから、もう眠く、疲れて眠かったらもう本当に眠いわけだしさね、やっぱちょっとこうさ、おとなしい曲とか来たらさ、寝ちゃうよねっていうかさ、その公演がつまんなくて寝てるとかじゃなくて、もうなんかいい曲すぎて眠りたくなるみたいな、自分がもしお客さんだったらそうなっちゃうことも絶対あるもん、自分も多分。いやわかんない、いやでもあんまないかもしれないけど、あんまないかもしれないけど、でもすっごいお仕事終わりにさ行ったとしたらさ、ちょっと眠くなっちゃうことだってありますよねいや嫌だけどね、自分は寝たくないけど自分は寝ないとは思いますけど、絶対にうん私はね思う。だからそんなになんか、まあ攻めはしないし、なんなんとかはあんま思ってはないです、個人的には個人ライトが眩しくて眠ります。確かにライト眩しいですよね。あのさ、ライトさ眩しいですよね、本当に、うん、マジでわかる。なんかあのファンの方の方が多分眩しいです。あのね、メンバーからはね、いやメンバー何なんだろう、なんか自分もその客席側に座って公演を見てる時の方が、え、眩しいって思うこと多いんですよ。なんかステージに立ってるメンバーの方が眩しいって思ってるのかって一見思うじゃないですか。でもなんかステージに立ってる時より、お客さんとして見てる時の方が眩しいって思うことが多くて、何なんだろう。でもさ、メンバーのことをさ照らしてくださってるわけじゃないですか。なのにステージに立ってるとそんなに気にならないんですよ。でも客席側に座ってるとめっちゃ眩しいって時ある。ステージに立ってるから気づいてないだけなのかなでもがっつり、あ、こっち向いてるなって時あるんだけど、
あれかもね、客席側はさ真っ暗だからかもね。真っ暗っていうか暗いからかもね。ステージにはさ光があってその上で照らしてくれてるからそこまで差がないけど、あれですね、多分ファンの片側のところの座席の方はさ暗いからさ照らした時に眩しいって思うのかな。いやステージ上でももちろん眩しい時はあるんですけど、なんかそこまで気にならないっていうか、やっぱそう歌割りの時とかはもうがっつりさスポットライトが自分を照らしてくださってるんですよ。でもそこまで気になったことないの。もう眩しいはずなんだけど、もうそれはステージが明るいからそこまで気になってないだけなのかな。どうなんだろう。そう。まあでも本当にあのね照明含めてすごい私たちのこうパフォーマンスを引き立たせてくださってるの本当にすごいですよね。あれがあるとないとで本当にこのさステージのさ出来栄えというかさ本当にね、あの照明かっこいいですよね。なんか新しい楽曲やるってなった時に毎回どんな照明なんだろうってちょっと楽しみなんですよ。照明さんがこうその私たちのこう立ち位置とか歌の質に合わせて照明を考えてくださるんですけど考えてくださるんですけど、毎回新しい曲やるって時に照明すっごい楽しみよ。どんな照明なんだろうってそう、かっこいい曲とかだと結構ねやった、だから結構山ココとかはかっこいい曲たくさんしてたから、すごい照明がよりね、照明がすっごいいつも以上に照明の良さが引き立ってた。黒い天使の照明すごい、わかる、黒い天使の照明めっちゃかっこよかった、マジでかっこよかった、黒い天使めっちゃわかる。そう、ねえ、山ここの時の照明かっこよすぎた。いやほんとそうだから、山ここで新しい曲をやるたびにあどんな感じかなって毎回楽しみにしてた。山ここで春夏秋冬の曲やってたじゃないですか。それもすごい春夏秋冬の色にしてくださって、照明さんがすっごい最高でした。うん、ね、わー山ここやっぱかっこいい、かっこいい曲もね、かっこいい曲もね、かっこいい曲だとより照明の良さがあの分かりますよね。うん、うんうんうん、ね、いいね。なんかさ山ここなくなったらさ、まあ、ななみには会うんだけど、れいなさんに会う機会がすっごい少なくなっちゃって、山ここがな、今まで山ここすっごいさ2月とかもめっちゃ公演あったからさすごい会ってたんだけど、なんか会う機会がなくなっちゃって、でなんかこの間久しぶりにれいなさんに会って、もうれいなさんってなりました。れいなさんの足にしがみついた。もう本当になんかレイナさんに会うとなんか
うるっとくる、痛かったですってなる。でレイナさんもすごいヤヒー久しぶりって声かけてくださって、レイナさんもそう思ってくださってたのかなって思ってちょっと嬉しかった。レイナさんはい、ということでということでランキングを読んでいきたいと思います。いきます。13位、トトちゃんさんありがとうございます。12位、マナミラクルさんありがとうございます。11位、ひろゆきさんありがとうございます。10位、マシオさんありがとうございます。9位、ゆうやさんありがとうございます。8位、石ころさんありがとうございます。7位、ティンバレラさんありがとうございます。6位、ヤッキーさんありがとうございます。5位、ヤマさんありがとうございます。4位、ゆずきちさんありがとうございます。3位、エッケンさんありがとうございます。2位、ウッチーさんありがとうございます。1位、ケンワンさんありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、わあ明日はおしゃべり会ですね、楽しみ。今日絶対ぐっすり寝れる、ぐっすり寝ますというか、明日おしゃべり会なので今日は絶対にぐっすり眠るって決めてる今日は絶対にぐっすり眠るって決めてるの。もう眠い、ほんとに眠い、めっちゃ眠い、うん、めちゃめちゃ眠いんですよ、ほんとに今結構眠い、うん、明日はですね、明日は9時から10時に配信したいと思います。明日は9時から10時に配信したいと思います。よろしくお願いします。9時から10時9時から10時ですね。ということで皆さん今日も一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。もう今日はぐっすり寝たいと思います。めちゃめちゃ眠いので、ではおやすみなさい。また明日、遅くまでありがとうございました。明日は9時から10時です。おやすみなさい、バイバイ、またねー。